ヒュンダイとは、帝州営によって創設された大韓民国の旧、大規模企業集団で、かつては、韓国財閥トップであった。その後の主力事業の独立、売却後は、中堅企業。現在は現代エレベーターと、現代画山を参加に持つ。韓国経済危機以前には、現代財閥は、自動車、造船、建設、海運、電子工業など、 様々な業種の企業を参加に持つ韓国最大級の財閥であったが、韓国経済危機及び創業者の死去に伴う後継争いなどから分裂し、かつては現代自動車及び現代重工業などを参加に持っていて、韓国の財閥で1位だったが分裂後は4つのグループに分裂し、それぞれ独自にビジネスを展開している。逆に源流だった現代財閥は、 長期休産化企業グループの規模を下回っている。混合産観光事業は、グループの全体的な業績悪化を招き、2003年以降には、現代電子と現代建設が、ワークアウトに突入、中心的な系列会社だった現代証券を含む、金融系列会社本体や現代商船も自動車、運搬船など、利益の出ていた事業を売却せざるを得なくなった。 現代グループは、対北事業開始から20年で、中堅企業レベルまで規模が縮小した。2015年には大規模企業集団基準を下回り、法的にも、中堅企業の地位になった。現代グループは2015年の肯定資産基準で、在海21位。混合産観光事業で稼いだ金で、核兵器を完成させた後、金正恩は、 現代に利用価値がなくなったと判断して、金剛山から撤去を命じている。韓国の財界は、核兵器開発と、韓国政府の一方的な、求愛によって、北朝鮮は、南北関係で確実な主導権を握った、20年間、韓国政府を信じて厳しい試練を感受してきた、現代グループだけがスケープボートとして残って、没落した様子を、うさぎしくにと例えている。 1934年、京城にコメドニアの一計一紹介を設立。1946年、ソウルで現代自動車工業者、翌年、現代土建車を開業。1967年、現代自動車設立、翌年、コルティナ生産開始。1972年、韓国発となる造船業に進出し、ウルサンに現代造船所を建設。 1976年、アジアマーチャントマリーンを設立。1983年、現代電子産業を設立。1997年に経営破綻した、キア自動車を現代自動車が買収し経営統合を。現代キア自動車グループを作る。1997年の韓国経済危機の時に、経営難に陥った現代財閥は解体され、 現代キア自動車グループは、現代財閥から2000年に分離、翌2001年8月には現代建設を呼び、ハイニックス半導体も現代グループの手を離れた。現代重工業グループも2002年に現代、財閥から分離し、別会社のグループとして存続している。2019年現在、かつての現代財閥は、主に以下の集団に分裂している。 韓国の現代グループ。現代エレベーター、現代画ンを中心とした財閥。現代キア自動車グループは、韓国最大の自動車会社である。代表は、鄭州英の次男のテーム9。現代重工業グループ。2002年に現代財閥から分離。代表は、鄭州英の六尾のテーム順。現代百貨店グループ。 丁州営の三男の丁夢音が引いている。現代会場火再保険グループ。丁州営の七男のテ無常が引いている。HDC 現代産業開発グループ。2019年アシアの航空の買収を決定するも、翌20年に白紙化した。丁州営の老いのテ無ム系が引いている。現代財閥の本家筋は一の現代グループであるが、 現代自動車グループと現代重工業グループが大規模企業集団であるのに対して中堅企業という小規模なグループになっている。一の現代画山、現代商船を中心とした財閥は、低周囲の後継者とされた、いつおのテーム剣が率いていたが、2003年に自殺後、妻の限定音が後を継いでいる。二の現代自動車グループは、 丁州営の次男のテームが代表を務め、弟との財閥継承争いの末に2000年に、現代財閥から離脱した。世界有数の自動車会社となり、複数の系列企業を抱える財閥でもある。3の現代重工業グループは2002年に現代、財閥から分離。代表は、丁州営の六尾のテーム順。 また、テームジュンはガザン財団理事長を務めており、ガザン財団には、ソウルで、サムスン医療院などと並ぶ総合病院である、ソウルガザン病院などの医療施設や福祉機関が、所属している。4の現代百貨店グループは1999年に、現代財閥から分離。代表は、鄭秀英の三男の鄭夢ね。ロッテ百貨店、新世界百貨店とともに、 韓国の三大デパートの一つ。この現代海上火災保険グループ1999年に、現代財閥から分離。代表は、低州英の七男のテーム城。韓国国内最大級の損害保険会社である。2000年代後半から2010年代にかけては、再建団管理下にあるかつてのグループ有力企業を、めぐる買収合戦が繰り広げられ、 現代重工業が2009年と2010年に、それぞれ現代総合商事と現代オイルバンクを、現代自動車は2011年に現代建設を、それぞれ一の現代グループと争った末、買収した。また、丁州営は7人兄弟の長子で、創業後は弟たちに、系列企業の経営を任せていた。弟たちは、それぞれの実施に後を継がせようと図ったが、 老いたちが財閥の実権を握り、経済危機や後継争いなどから離脱して企業グループを形成した。6の HDC 現代産業開発グループは1999年に現代財閥から分離。帝修営の弟で現代自動車会長だった帝聖営が代表となり、息子で現代表の帝無けは、いとこの帝無順と同じく、 大韓サッカー協会会長である。他の弟たちの企業グループには、テイ・ヒトシ・の春らグループ、テ順英の星・サグループがある。なお、テイ・久志の k c c グループは、創業時から2位たちの現代財閥とは別の、独立企業であった。テ広志久志の突ぎ先の韓国フランジ工業も、現代財閥の系列ではない。 現代朝鮮のコンテナ日本での呼び名は、ヒュンダイ、ヒョンデと2種類があるが、前者は、現代の韓国式ローマ字表記、ヒュンダイを日本語読みしたもので、後者は朝鮮語の発音に近い読み方をしたものであり、語源としては同じである。英語での発音は様々見られる。はじネヒャンデー、ハネ、ハンデー、ハジンダイヒャンダイ、ハンダイ、ハンダイ、ダイヘクタール UNDA。 ハイウーン大、ハーイン大ヒアンデなお、現代自動車ジャパンの場合は、ブランド名、法人名ともに、ヒュンダイを、日本国内での正式故障としていたが、2020年になってから、ヒョンデに統一されている。またロゴマークは、現代自動車とは異なり性三角形を二つ、重ね合わせたものを使用している。ありがとうございます。